大阪府立国際会議場と、道島大橋大阪府立国際会議場は、大阪府大阪市北区中野島にある、大阪府立の国際会議場である。愛称は、グランキューブ大阪。大阪国際会議場は通称、府と大阪財界が出資して設立した、株式会社大阪国際会議場が、指定管理者となっている。地上13階、地下3階の鉄骨造り、 建物の高さは104.51メートルである。設計は黒川気象による。メインホールは最大2754人の収容が可能でその他会議室やイベントホールが設けられている。なお、隣のリーガロイヤルホテルとは1階の連絡通路でつながっており、機能保管が可能である。2000年に日本で開催される G8 サミット誘致のため、 大阪国際貿易センターの跡地に大阪府が建設し2000年4月に開業した。結果的にサミットは沖縄県他で開催されることになったが2001年に世界観光機関総会2002年の世界水フォーラム2004年の国際ロータリー大会2008年6月のサミット財務省会議などの国際会議の会場となった。他にもコンサート 展示会などが開かれている。メインホールでは各種コンサートやコンクールが開催されることがあるが、会議場の設計のため音を吸収する構造になっており、吹奏楽、還元楽などの生音のコンサートやコンクールには不向きである。全日本吹奏楽コンクール大学、職場、一般の部が2度開催された折には論議を呼んだ。全国高等学校野球選手権大会の 組み合わせ抽選会の会場としても使われた。関西広域連合の本部所在地でもある。稼働率は高く、他の自治体からの視察も多い。2021年4月に日本政府から新型コロナウイルス感染症のワクチンの大規模接種会場として指定され、同年5月24日から防衛省、自衛隊により、大阪府、兵庫県、 京都府の65歳以上の高齢者を対象に、モデルナ製ワクチン接種を提供する、自衛隊大阪大規模接種センターが開設されている。ありがとうございます。